返せよ。え、あの、僕はこっちですけど。違うわ、ほら。そこの紐で私の両手を縛って。え、なんかちょっといかがわしいかも。ここのつく。とてもシンプルな答え。ああ、それ…かかれ一手振り。でもね、カラカラチキン味はマジで辛いから注意が必要よ。え、なに勝手に座ってるのよ。え、ホタルさんが座れって。私そんなこと言ってないもん。わからないこと言われても。要するに、ここのつくんに駄菓子屋を継ぐ決心をさせることができれば、ヨウさんが我が社に来ていただけると。オッケー。はあ。というわけで、ここのつくん、しばらくの間よろしくね。まだ弱いわね。そっか。日本じゃなくてもいいですか？構わないわ。胸元ね。ほら、ちゃんと見なさい。わかった、はい。要するに、服が汚れるのが問題なんですね。違うわ。え、食べられるきな粉が減るのが問題なのよ。おとなに。え、あ、大人って、あの、そういうのはもっと段階とか踏まないと危険っていうか。大丈夫。え、生だけど安全なやつだから。このやたら暑い日だからこその暑い豚麺。ココナッツ最高だな。うん、この状況で食べる豚麺が一番美味しい食べ方なのかも。反撃の開始よ。石蹴りは大きい分重いから。やっぱいかがましいぞ。ほら早く。はい。どうですか？簡単簡単。こんなのご飯が進むに決まっているわ。こんな時にちょうどご飯があったら。え？ん？手持ってる！ご飯持ってるよ自分！今日のホタルさんめんどくせー。正確には一粒312メートル。だから残り550秒ちょいで着くはずと。僕の体重もだいたい55キロぐらいだし、ホタルさんも。はあ、この人黙ってると本当可愛い。トーク持ってんだろ。何言ってんのトーク、やめてよそういうの。あのまま雨の中を濡れ続けてもよかったんだけど。しゃべりましょうか。はい。え、ホタルさん、今なんて。電車が来るまでの時間つぶしにね、ちょろっとしゃぶろうかなって。ちょろっとしゃぶる。僕タオル持ってきます。しかし本当にこの嵐の中来たの？待ちなラン。台風ってワクワクして外出たくならない？
小学生かよ。希望の星、仕方流しの後継者ではなかったようね。たとえ仮でも、これは必然の結果。なるべくしてなった運命の収束。機は熟したわ、ここのつくん。私はあなたが欲しいわ。いいですね。あら、お店としては当たらない方が得なんじゃなくて？このスカートを外して、ベーゴマ台の布にするわ。このスカート二段構造になっているの、すごいわよね。なるほど、いいな。ココナツくん、遊んでいいからね。ホタルさん、覗かないでくださいよ。守っていて。中されんのかと思った、中されんのかと思った、中されんのかと思った、中されんのかと思った。昨日の有効活用。ホタルさん、ユーチューバーだけはやめてほしいっす。もしかして、口内炎？この前のが悪化しちゃったんだね。ホタルさんが口内炎？それなのにワタパチとか食べちゃって。痛そう。あなた、おっぱいは好きかしら？おっぱいは好きかしら？おっぱいは好きかしら？おっぱいは好き。これはどういう意味の質問だ。真面目に答えていいのか。おっぱいってあのおっぱいのことだよな。きっとそれも大切なことよ、ココナツくん。え、突然いなくなったりしてごめんなさい。それと、ただいま。改めて久しぶり。ある限りこれもらっていくわ。釣りはいらないわ。釣りはいらないってぴったりじゃねえか。はずっと爆弾アイスって、それにあのおっぱいはちょっと言いにくいっていうか。どうしてよ。おっぱいはおっぱいじゃない、おっぱいでしょ。おっぱいはおっぱい。そうそう。